会わないなんて一言も。いや、それ以前の問題。もう二度とあなたを止めない、干渉しない、捨ててあげるから。だから綾乃さん、もしかしてファーストキスだったりして。キスするのってもっとこうお互いの気持ちを確かめ合うように。キスなんてこんなものよ。ジェイジ君の鈍感、どうして私を追いかけてこないの？ほら、やっぱり私がこんな人を好きなわけないですわ。こんなことしてもリズちゃん全然何も感じませんもの。だからいつか。俺から言い出したい約束だし。ワンコだ、まさかワンコ。でもあの瞬間、俺はレアと幸福と不幸を分け合った気がしたんだ。あの瞬間、ならない。俺はしきみさんのものには絶対にならん。な、無理やり。なんか美味しい。君、ヒーロー参上っていうより役役っぽいね。私
やっとわかりました。グリ、お前元に戻る。あなたが好きです。どうか私を好きになってください。ああ、これ魔女コスプレだよ。いや、似合ってると思うぞ。よかった。やっぱり僕には古城しかいない。 Are you ready? おい だけど、また会えるんだよな。そうだね、多分そう遠くないうちに。おい、言う。それまでは古城を預けておくよ、ヒメラギさん。次は負けない。先輩、待て、今のは俺の責任じゃないだろう。愛してる。初めての俺のせいでツネキさんまで。あ、なんだこれ、耳と口を塞がれている。なるもの。いや、今のは挨拶代わりのキス。今のは可愛いなって思った人へのキス。何？何？今のは進展したい人へのキス。今のは目の前に優等生なの、私たち。それは好きっていうことなんじゃないんですかね。そう言うと黒沢は本気中とやらを私にした。どうでもいいことだけど、気持ちのあるキスとやらね、本当に。君でも好き。ほんと？それに失敗したならもう一度すればいい。それって今度は間違えないでね。こんなことされたら勘違いするだろ。今まで須藤さんがしてきたことじゃないですか。
こうして XL 上司は XL 彼氏になったのでした。もう一度してくれ。来い。